そうですね、あの試合前のデータじゃないですけど、ここでまた1点2点取れれば、勝ちが拾える、またこれが取れないと苦しい展開になるというデータですよね、はい、実際徐々にこう追い上げられて、まあ、先日日曜日日本ハム戦なんかではサヨナラ負けを、ね、はい、3点差1回に3点取ったんですが、徐々に追い上げられてサヨナラ負けというのもありました。レフトへ、お、引っ張って、これはそのままスタンドへ入った、浅村の一発、これはまた流れを引き寄せる一発になりました。第4号のソロホームラン、首はまだ痛い浅村、しかしながら見事レフトスタンドへ、流れを再びライオンズへ引き戻します。今ホームイン、今日2本目のホームランが浅村、6対4。ボールギアに変化球を運んでいきましたが、今日は満塁ホームランとこのソロホームラン、5打点を挙げました浅村。すごいですね、このボールですが、スライダーの低め、難しそうな感じですが、まあ、体を、あれはね、ファールになるケースが非常に多いんですけど、まあ、下半身も粘りながら、まあ、スタンドインさせましたよね。あれはもう、まあ、技術って言えばそうなんですが、天性のものと言ってもいいんじゃないですかね、正面に完全にあのお腹というかね、はい、もう向いてましたもんね、向いてからの下半身の粘って、ね、腕のさばきですか、まあすごいですよね、